こんにちは。こんにちは。はい、機械運動の練習の動画です。機械運動って言っても今日あるのはね、前転と後転、前に回るやつと後ろに回るやつの練習のみ。これは別に体育教室に通ってるからとか、苦手克服教室に通ってるからっていうよりかは、学校で必要なことの練習なので、できたらみんなに見てみんなにやってほしいかなと思います。それでは練習やっていこう。はい、それではまず第一練習、ゆりかごっていうのをやります。まずはね、物は試しなのでやってみましょう。寝っ転がって起き上がる、寝っ転がって起き上がる。この時の手はどこでもいいです。つきやすいところ、膝でもいいし、すねでもいいし、足首がいいよっていう人は足首でもいいし、太ももの後ろでもいいです。どっか持ってやってください。寝転がって起きる、これだけです。で、やってほしいことが2つ。まず1つは顎を引く、喉の方に近づけて、目は自分のおへそを見てください。そして背中はまっすぐじゃなくて、背中も丸める。できるだけ丸くなっておへそを見てやってみましょう。いきます。コロン。はい、っていうのがまず一番最初、ゆりかごっていう練習です。じゃあ次は前転をして戻ってくるための練習をします。今度は体育座りから寝っ転がって、手は体の横についてください。で、このまま足しか上がらない人は足だけでもいいけど、上がれる人は背中までとか肩まで上がってください。で、このまんまさっきのゆりかごのスタートとゴールの位置に戻ってきます。で、なんでこれをやるのかっていうと、一番最初にも言ったけど、前転の回って足が上がって帰ってくる時の練習をしてます。一回足ビヨーンって上げて、その勢いで戻ってくる。何回かやります。戻ってくる、戻ってくる、戻ってくる。はい、さあ何か気づいた人はいますか？残念正解は、違うんかい。コーチがやってたこの練習の正解は、足を上げて戻ってくるときにかかとをお尻に近づけてください。伸ばした足がそのまま帰ってくるんじゃなくて、お尻の近くに帰ってきてください。そうすると、今一回コーチやったんだけど、立ち上がれます。どうしてこれ立ち上がるのが必要かっていうと、かっこいい前転は回って最後にお尻はつきません。なのでさっきの練習は、いける人はここまで、お尻が上がるまで練習してみてください。今やった一つ目のゆりかごと二つ目、上に上がって戻ってくる、これが前転の練習になります。で、これはね、多分お布団の上だったりとか、お家でね、絨毯があったらできるかなと思うので、できる人はやってみてください。回るのができない人はゆりかごと上げて戻ってくる、これだけでも OK です。では前転終了。はい、それでは2種目目、後転の練習をします。で、最初にちょっと見本を見せます。
好転でうまくいかない人がどういうふうになってるかっていうと、お尻が全然上がってない人、後ろに回った時にお尻が全然上がってない人は後ろには残念ながら回れません。なので一番最初はお尻を上げて足を体の向こう側、頭の後ろ側に持っていく練習をします。そのためにまず一番最初やること、エビになってください。エビの真似をします。どうやってやるかっていうと、寝っ転がって頭よりもこっちに頑張ってつま先をついてください。こう近くてつかないある程度やったらね戻ってきていいです。これをねちょっと何回かやってみましょう。よいしょ、あ、背中出ちゃう、つかない、体が硬い。みんなつくかな、これつくよっていう人がいたらぜひあのコメント欄に僕がつきました、私はつきましたっていうのを書いてください。じゃあもうついたらマサイキこっちよりうまいってことだ、ね、間違いない、もうそういうこと、そういうこと、勝てるチャンス。いやでもみんなに負けないようにちょっとやるから、俺もっ次の練習2つ目、これはさっき前転でやったゆりかごをやります。なので前転をしっかり、前転の動画の時にやったゆりかごをしっかり見てください。細かいことは説明しません。シャキンシャキン、戻る戻る戻る。これゆりかごの時はさ戻る、お尻上がんなくていいの？ん？お尻上がんなくていいの？あ、ゆりかごはね、どっちかっていうと後ろに倒れるのが怖くて、最後お尻が上がんない子とかがいるから、まずは回るとか転がるっていう感覚かな、の練習になるから。じゃあ後転の子はただ後ろにお尻をついて頭の方に転がるっていうのがどっちかっていうと後転の練習、頭を一回行って戻ってくるのが前転の練習になるから。なるほどね。なんか本当は別にここまで戻ってこなくても背中でこうやって転がるっていう練習だけでも本当はゆりかごはすごい意味がある練習になるから、まあそういう風にやってもらえたらいいかなと思う。なるほど。よし、じゃあ後転、次3つ目なんだけど、もうこれで最後、これね実は後転に一番大事な練習で、あのねもう先に言います、手でタッチする後転の回る時の形の練習なんだけど、これね絶対やってほしいことが2つ。まず準備の時の手のひらは必ず天井に向けてください。 OK？手のひら天井ね。で次は手の位置、2個目は必ず耳の後ろか横、 OK？ ここじゃないよ、これは手のひら天井向いてるけど耳よりも後ろだから、あ、下だから手がねつかないんだよね。なので耳よりも後ろ側で手のひら天井を向けて準備してください。でこのまんまタッチしておしまい、タッチしたらもうそれでいいです。この準備をしてタッチする、戻る、このままタッチする、戻るっていう練習をやってください。
で、この練習するときにどんどん後転に近くするための方法があるんだけど、それが何かっていうと、お尻、ヒントはお尻、お尻をちょっとずつ高くしていくと勢いがついてもうちょっと後転っぽくなるから、そういった練習の仕方をしてみてください。じゃあ最後に今やったエビのポーズの練習、お尻を上げて足を向こう側にしたり、ゆりかごをして後ろに転がったり、で最後やった床タッチを全部まとめてコーチが一回後転をするので、しっかり見ててください。まず準備、この時にもう目はおへそを見て背中丸めてゆりかごの格好をしておくと、手のひら天井に向けた時に耳の後ろ側に来ます。じゃあこのままやってみよう。ぐるん。で、後転も最後膝をつかないで足だけで着地できるとバッチリです。で、今日やった練習は後転を一個一個チョキンチョキンチョキンって区切った練習だったり、前転を一個ずつチョキン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 って区切った練習なので、一個ずつやるだけでもちょっとずつ上手に必ずなるとコーチは思うので、できるだけ苦手な人、あんまりやってなかった人、練習の仕方がわからない人はこの動画を見てやってみてください。じゃあみんな次会った時に前転後転がめちゃめちゃ上手になってることを期待してコーチは待ってるので、一生懸命やってみてね。それじゃあバイバーイ、またねー。